えい、えい。ニーケイニュースです。松の山きのこは日本最大級の自動倉庫型なめこ生産工場、中里きのこ第二工場仮称を建設することとなり、27日建設予定地で安全祈願祭を執り行いました。建設地は十日町市にある中里第一工場に隣接する4150平方メートルの敷地。ここに28億円を投じ、年間生産能力約1500トンの工場を新設します。完成予定は2023年5月で、出荷は同年9月初旬に始まる予定です。出荷が始まると中里第一工場400トン、中里第二工場を含めて十日町市全体のなめこ生産量は5000トンを超え、日本一の生産地となります。新工場は全国各地の供給先から増産を求める声があることを受け建設します。平成30年に完成し、平成31年に稼働した中里第一工場の建設時から中里第二工場の建設計画はありましたが、建設資材の高騰などから建設時期を伺っていたといいます。また松の山きのこでは現在46人を雇用していますが、新工場の建設に伴い新たに23人を雇用するそうです。 2K ニュースでした。